こんばんは、エイデンです。ロードスター FM 番外編をお届けしたいと思います。というかですね、今回ですね、実は今ちょっと緊急で動画を撮ってます。はい、大緊急ですね。緊急で撮ってるんですけども、ロケーションはちょっと選ぼうよってことで、なんか綺麗に花桃が咲いてるところがあったので、こちらで今ね撮影をしています。ちょっと見ましょうか。上もねこんな感じで、ほ綺麗でしょう。花桃ですよ。これはもう桜ではありません。さすがに桜はね、長野でももうね知ってます。まあ、僕のところはね、北進の方行けばまだ咲いてるかもしれないんですけど、ということで、まあ今日は花桃のこの美しいライトアップとともにお届けしたいと思うんですが、今日は何の話かと言いますと、仮座ミーティングのねハガキが来たので結果を見たいと思っております。はい、まあ僕仮座ミーティングここ3年間ですね、連続で外れてまして、去年と一昨年は人のチケット買って、まあ人間だけ行ったんですけど、去年は行かなかったっけな、ちょっと記憶がないんですけど、とにかく車はねここ3年入れてないんですよ。その前はね結構第一駐車場にね何度も当選していい感じでね、まあ、第一駐車場がまあ割と多い人生だったのではあるんですが、ちょっと抽選が激しくなってからですね、まるで当たらなくなってしまいましたよということで、毎年この仮座ミーティングに当選しているかどうかというこの動画がですね、ちょっと盛り上がってしまっているわけなんですが、果たして今年はどうかなっていう、まあ、結果やいかにということでございます。予想なんですけど、多分ね僕当たってると思うんですよ。まあ3年外れてるんでね、さすがにそろそろ当たってもいい頃かなというのが、まずその当たってると思うね根拠一つ目。もう一つはね、実は僕もうね当選してるんですよ。それはどういうことかっていうと、まあこちらなんですけども、もう4月の1日にね、当選しているんですよね、すでに。まあこれはある意味そのエイプリルフールとかいう、なんか楽しい嘘だったらついてもいい日っていうので、やったやつなんですけど、まあ、だけどやっぱりね言霊ってありますよね。ああがっていうか言霊ってあるんでね、僕は言霊って結構信じてるし、実際に言霊こう言った言葉が本当になるっていうことをね、何度も何度も経験してきているんで、今回はこの言霊がねやはり当選を引き寄せてくれるんではないかと、もう信じて疑いません。ということで、早速ね見ていきたいと思います。まずはこれを見てほしいんですけど、これ何だと思いますかね。映ってない、ここで、これね、これね、JAF からのね大切なお知らせなんですよ。これが届いてたんですよね。で、なんか裏にもねもう一枚違う封筒があって、なんかこう輪ゴムがついててこう固定されてるんですけど、これ実はねこの中に仮座ミーティングのハガキがね埋まってます。はい、この中に埋まってます。これなんでこんなことになってるかっていうと、去年もこの動画を撮るために僕封筒にね入れて置いたんです、見ずに。だけどうかつにもねちょっと封筒がちょっと薄かったのかな、若干ね透けて見えてたんですよ。なんかたくさんの文字がぐちゃぐちゃぐちゃって、はがきの裏にぐちゃぐちゃぐちゃってたくさんの文字が見えてて、それってまあ皆さんご存知の通り外れなんですよ。たくさん細かい文字がぐちゃぐちゃってなってたら外れなんですよ。当たりだと1とか2とか3ってでっかく数字が載ってて、
細かい血がぐちゃぐちゃってなってる場合は外れなんですよ。だから去年そういう実は見えてないふりをして動画撮ったんですけど、うすうす気づいてたんですよね。あ、これ外れてる感じするなって。まあバチッと見たわけじゃないんで、もしかしたらっていう可能性はあってあの動画なんですけど、正直あ、やっべ、ちょっと今なんか外れてる感あったかもっていうのはちょっと思ってたんで、今年はそのミスを犯したくなかったので、この通り中身が入った2つ類中身が入った2種類のこの封筒と封筒の間に封じ込めて、このゴムバンドで固定しているというもう完璧な軽井沢ミーティングの当選結果を絶対見ないまん、絶対見ないための完璧な機能、これが機能美っていうやつですよ。まさに機能美で美しく仕上がったこのロードスターの運転席の中で、この軽井沢ミーティングのハガキの当選結果が見えないためだけに考えられた機能美。はい、というわけでですね、もう早速見ていきたいと思います。いやー、今年は受かっていてほしいな。もう3回外れてんだよね。そろそろいいんじゃないですか、運営さんね。僕はね、軽井沢ミーティングから嫌われているかもしれない。勝手に動画撮ってあげてるからね、ちょっとあいつは会場入れん方がいいぞってね、ちょっと思われてるかもしれない。見ます。ちょっとなんかシリアルナンバー見えるとまずいらしいんで、ちょっと下で見ます。いきますよ、3、2、1、ファイヤー。あ、まだダメ、あ、ダメ、ちょっと待って、今心の準備が、ちょっと心の準備ができない。心の準備どうすりゃいいの、これどうすりゃいいの、どうやれば心の準備ができるの。わからない、心の準備がわからないよ。こういうのって実はまだこれ今見てない状態じゃないですか。この状態で中の結果ってもう決まってると思いますか。まあ大方の人はもうすでにこれは決まっていると思ってると思うんですけど、実はそうじゃないんですよ。まだ決まってないんですよ。見た瞬間に決まるんですよ。はい、そういうのもういいんでね、見ますね。神様お願いします、今年こそ当ててください、僕の抽選を。それじゃあ見ます、3、2、1、ファイヤー。おーっと、これはん、これは63、郵便往復はがき返信って書いてありますね。あ、これは表側でした。裏を見ないと分かりませんね。じゃあ見ますね、はあ、お願いします。あ、待って、モーパイできるかも。ちょ、これ感触で分かるかも。感触は、あ、待って待って、あ、モーパイできる、これ、あ、待って待って、これモーパイできる、あ、なんか、あ、待って、え、待って、この印刷のインクジェットののりが指の感触でですね、この分かるぞこれ。え、やっぱり俺レベルになると軽井沢ミーティングの当選結果はモーパイで当ててしまうという。あー、ちょっと待ってください、今慎重に見てますね。そうですね、なんかね、上の方は割りかしつるっとしていて、真ん中から下の方に行くとなんかこうザラザラ感がある。ということはこれ上はあんまり文字が書かれて印刷されていないということではないでしょうか。つまりこれは当選している可能性が高い。あとは1なのか2なのか3なのかっていうところなんだな。1っぽいぞ、これ1っぽいぞ。じゃあ皆さん一緒に見ましょうかね。上の方を手で隠していきますよ、3、2、1、ファイヤー。おいさん、おいす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 、見た見た、1
やった。やった。え、これラジオだよね。まあモザイクっていう手段もあるんですけど、やりました。4年目にして第一駐車場当選。やった。モーパイ合ってたわ。やっぱモーパイも合ってたわ。うっそ、マジか。これが言霊の力です。そして、今年度はもう一つ新しい、試みがありましてですね、僕のツイッター、あ、間違えた、 X かっこ旧ツイッターを、開いて検索画面で軽井沢ミーティング、ハッシュタグ軽井沢ミーティングってやって検索をして、どん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 遡っていって、一番最初に当選結果をツイート人が誰でしょうかというのを発表したいと思います。これ誰のツイッターというか、この X で見ても同じなのか、見る人によって違うのかちょっと分かんないんですけど、一応結果的に僕の X で、今年の軽井沢ミーティングの当選結果を一番最初につぶやいた方は、2日前ゴンチチアットマーク NDERE さんでした。おめでとうございます。めでたいのかどうかわかんないですけど、でも結果ゴンチチさんは残念ながら外れてます。これはちょっと大変お気の毒ではあるんですけども、まあでも一番早かったんでここに発表させていただきました。ありがとうございました。まあ、あのゴンチチさんにはいずれどこかでお会いできたら、あの申告していただければ何かしら商品を差し上げようかなと思います。はい、ということで、しょうもない当選結果をだらだらと時間をかけて発表してみたわけなんですけども、いかがでしたでしょうか。皆さん軽井沢ミーティングでようやく行けます。僕お会いしましょう。それじゃあさよなら。次回の FM で、ん、違うな、締めの言葉はないと思って、あ、思い出した、ロードスター FM、 また次の放送でお会いいたしましょう。お相手はエイデン黒猫でした。さよなら。